こんにちは、吉谷さん、速稼塾の久保です。まあ、今でこそ隠居とか言ってね、ふざけたことやってますけども、まあ、金利とかね、であれで切り回りで食べてますけども、なんていうんですかね、私ぐらいなもんじゃないですかね。そのもともとね、麻雀店をずっとやりながら30代を全部麻雀店で潰してきたわけですよ。日々麻雀ですからね、何の進歩も工夫もないんですよ。お客さん来ました、麻雀やります、お客さんは何回か遊んで帰ります、こちらとしてはずっといます、世界のこと分かりません。今日天気が雨なのか晴れなのか、それはお客さん傘を持ってきてるのか持ってきてないのかで分かるんですよ。でたまにね、お客さんに言われてコンビニに買い物に行くんですよ、タバコとかをね。そしたら、あ、もう夕方じゃんみたいな感じですよね。次出たら、あ、真っ暗じゃんみたいな感じでね、それでお腹が空いたからって言うんで出前取るなりなんなりして奥の方で食べるわけですよ、立ちながら。で食べながらでもお客さんからオーダーかかったりとかしたら、はーいとか言ってね、口もごもごさせながら行くわけじゃないですか。どこに学びとか進化とか成長あるんですかね。これ日本全国つつうらうら麻雀店に勤務されてる方はみんな同じような感じだと思います。だいたい1日に16時間ぐらいそこに拘束されて、他のことはまあ一切できませんよね。で終わったら一息ついてね、近くの夜食店にちょっと食べに行くとか、ラーメン食べるとかして、まあ健康も壊しながら行くわけですよ。当然ですけども、麻雀店の中はタバコを吸う人も吸わない人もタバコの煙にまみれるわけですよ。上から下まで全身タバコまみれ、臭いですよね。彼女もできませんよね。まあそんな中でね、私は、まあ、このままでいいのかな、まあいいや、別に麻雀嫌いじゃないし、それに麻雀店のね店をオーナーとして預かってて、それなりにまあいい気にはなれるしな、よそからなんて思われても他に選択肢がないんだからもうしょうがねえじゃんと、俺のベストはここだよと思いましたね。私の晴れ舞台はだからね、麻雀店を赤字ながらもオーナーとして所有していたってことですよね。もちろん家賃を払ってるテナントなんで、だからといって資産は何もないですよ。資産は毎月毎月膨らんでいく借金だけね。毎月100万の借金っていうのは100万以上ですけどもね、すごいですよ。払えない借金もそこにプラスアルファですからね、払えるわけないじゃないですか。だってね、毎月100万ってことは1日3万から4万ぐらいの利益が出てないと返せないんですよ。で利益が出る日なんてめったにないわけですから、何をしろって言うんだって感じですよね。で麻雀店っていうのは広告が打てません。お金かけてますっていう表示がね出ることになりますんで、いやー本当厳しいっすよ。でもまあ日々麻雀やってそれなりに面白かったんで、これでいいかとなるようになれば俺の人生みたいな感じでしたね。さあそれで40歳迎えました。もうこのまま50歳に向かって同じ日々が繰り返されるのかなと思ったんですけども、まあそこにですね、お客さんからのなんかある呼び水があったわけですよ。なんかヘリコプターでそば食いに行ってるやつがいるらしいぞ、なんかアフィリエイトで稼いだとか言ってさ、ヒルズ族って言うんだよ、なんじゃそりゃみたいな感じですよね。まあそれでちょっとね、ネカフェに行って検索して調べると、本当にヘリコプターでそば食べに行って、いや100万ぐらい普通なくしますよ、小銭は邪魔なんで捨ててますみたいなね、もうふざけんなよ、その小銭捨ててるやつくれよと思いましたけども、まんざら嘘でもないんだろうなと思ったわけですよね。で体力に関係なく、スキルに関係なく、人脈に関係なく、まあ資金もいらないと、ただパソコンさえあればいいっていう触れ込みだったんで、本当かよと思ってね、まあ始めてみたのがスマホアプリでしたね。実際どうだったのかっていうと、10万円払ってスマホアプリの口座を見ていくと、まあ、自分でもスマホアプリを作れるようになりましたね。当時まだスマホアプリ珍しかったんで、それはいいインパクトになりました。それから自己アフィリエイトっていうのをやってね、こんな方法で金が稼げていいんだろうかと思いました。はい、まあ吉田さん言われてましたけども、手も足も出ない私ができることだけはやってましたね。確かに打つ手は少ない、初期の頃は本当にコメント書くだけしかできなかったです。でも打つ手が、切り札がカードがね、コメントを書くしかない私がね、それすらやらなかったら何になるんだと思ったんで、コメント書きまくりましたよ。コメント書いてる時に、いつか金持ちになった暁には、あの頃コメント書いてたねみたいなね、懐かしいねっていう風な思い出話ができるかなと思ってたんですけど、まさに今できてますね。
だからね、やれることをやればね、やれないことに手がかかるようになるわけですよ。でコメントをずっと書いていくじゃないですか。そしたら放送時間の中で広島の久保という名前が何回連呼されたことかね。番組をご覧の皆様懐かしいですよね吉谷さん、山口さん、そして番組をご覧の皆様、広島の久保です質問の内容なんてどうでもいいわけですよはっきりその自己紹介を何回できるかってことに挑戦したわけですよね。で私が実際にその後ネオヒルズに参加して実際ことを起こすときに広島の久保ですから速稼塾の久保ですに変わって、それが今でも続いてるんですよね。今でも続いてるってことは今でも生き延びてるってことなんですよ。そうなんですよ。そしてですね、私は麻雀店そっちのけで3年間アフィリエイトをやり込んだ挙句どうなったかというと、麻雀店は潰れました。万歳ですよね。だって稼げる方を一生懸命やったら稼げるようになって、稼げないものが潰れたわけですから。だからこれをね、多くの方に重ねてみると、もう会社勤めやだ、自由な時間が欲しい、もうちょっとお金稼ぎたい、なんでうちの会社って文句言ってるわけでしょ。じゃあその会社のことをそっちだけでネットビジネスやればいいんですよ。そしたらお金が稼げるようになって、その稼げない憎たらしい仕事が自分の人生から消えるわけじゃないですか。こんな単純な答えないですよ。なのに、いや会社副業禁止なんでとかね、いや明日会社にちょっと影響出ちゃいけないんでみたいなね、うん、いや確かにね、今会社の収入があるのを、ほったらかしにはできないと思います。で会社の付き合いもあるでしょう、うん、でも人生はどこにあるんですか。会社の中にありますか。ないと思います。でこれはね、私がそう考えているだけでおすすめは必ずしもできないんですけども、あの全てをねなくすつもりで、全てをなくすつもりでですよ、腹をくくって新しいことに取り組めば、それは絶対ものになりますし、全てをなくすわけですから、新しいことね、ネットビジネスとかお金、これすら手に入れられなくてどうするって気持ちですよね。で私はそうした選択をした結果どうなったかっていうと、今隠居暮らししてますけども、麻雀店をやってる時の関係は全くないですね。もうね、綺麗さっぱり40歳までの人生はどこへそこですよね。で今48になりました。おかげさまでネットビジネスで稼げるようになって、それをずっと目の当たりで見ていただきまして、 YouTube で証拠も残してきて、私は麻雀店の時から YouTube 上がってるわけですよ、うん、というのが一部ネットビジネスをやりながら麻雀店の経営も重なっていた時期がね、2年3年ありましたからね。それはね、麻雀店経営しててネットビジネス、奇想天外ですよ。だからこそ多くの人が興味を持ってもらったのかもしれませんし、私は今声を大にしていますけども、麻雀店勤務の人ってどうですか、安っぽいでしょね。気にしたことないでしょ。麻雀店勤務してる人って優秀に見えます、有能に見えます。逆に落ちぶれてそこしかなくなって、そこなんですよ。だから転職しようと思っても麻雀店ぐらいしかないんですよ、やっぱり。いや、そういう人生を歩んでいた、まさに私がですね、そこから脱してお金と時間の自由を手に入れた。しかもこの YouTube で見てくださってる皆さんの目の前でですよ。吉谷さんはずっと見てます、うん、だからよくわかると思います。何よりもの証明ですよね、うん、でその後私が独立して隠居暮らしをしているところに、吉谷さんも会社を離れて、独立独歩をされたわけですよね。だからね、本当に私もね、吉谷さんはすごいなと思いますよ。その組織にいて苦しいなりにやっていけば道は開けたのに、いやもったいないですよとかね、まだやり残したことあるんですかって言いたくなる気持ちもありましたけども、でも私は言いたくなくなりました。というのが、自分が組織を離れて一人で生きることがこんなに素晴らしいものかと、これだけ金銭感覚違うのかと、これだけ自分の人生が開けてくるのか。今日も一日中自由時間です。私が会社勤めしていたら、店舗を持っていたら、多分この私の人生の大半は、なんかよくわかんないけども、なんか生活費を稼ぐ、いや赤字だったんで稼げてもいないです。赤字を増やすためだけにほとんどの人生を摩耗してたと思いますね。今はお金を何に使おうかな、いや逆に言うとね、楽しみや喜びがある、じゃあそこに自分はどのぐらい払えるかな、あ払えるな、やろう、時間があるな、やろう、この繰り返しできてるわけですよ。で今ね、吉谷さん、私熱心にねレクサス見てるんですけども、レクサス1110万するんですよ。1000万超えですよ、ついに。でも私これ買えるんですよ。なんかね、あかっこいいなと思うだけで、あ買えるなと思ってるんですよ。かっこいいな、買えるなみたいなね。460、500、600、ね、H ロングボディ、5m20、買えるじゃん。トランザムがあって、ベルファイアがあって、そしてレクサス、
え、アイパッケージ、なんだこれは、俺の人生どこでこうなっちゃったんだみたいな感じです。いや、これはね、必ずしも自慢をしたいわけじゃないんですけども、ネットビジネスをやるとこうなるっていうことのね、何よりもの証明を私は体でしてるわけなんですよね。すごいですよ、やっぱり情報を扱うっていうのは。あの、情報を扱って自分に有益な情報を選択して、その情報に一点特化する、その繰り返しなんですよね。で、一点特化が扱えるようになると、二点特化、三点特化もできるようになるんですよ。ずっとは苦しいですけどね、だから瞬間的には二点特化、三点特化して、マルチに自分の時間やお金にレバレッジをかけていく。まあ多分ここまで言ったら何のこと言ってるのか分かんないと思いますけども、私だって分かんないですよ。私は麻雀しかしてこなかったですからね。麻雀ですよ、ね、麻雀を負けてもくれても麻雀やって、部下は麻雀やるやつね、お客さん麻雀する人、それ以外の世界分かりませんみたいなね、そんな人生でしたからね。今は逆に麻雀から全く離れて、麻雀に1秒でもかかっていたら時間のもったいないと。麻雀やるよりかすぐにでもお金のこと考えないと、未来のこと考えないとっていうばかりですよね。だからね、もうだいぶ自分の人生の中央を貫く、まあ、そういったねコンテンツというのは変わりましたね。何なんでしょうね、この人生ってのは。自分がこっちを向いたらこっちの景色が見えるんですよ。ただそれだけです、本当に。こっちを向いたらこっちの景色が見えるんですよ。こっちに進んでいったらそこにたどり着くんですよ。でも多くの方は見てもまたね方向こっちに変えるんですよね、元通りのところに。じゃあ元通りの人生続くしかないですよ。で、歩き出すって言っても今までの人生の延長行くわけでしょ。違うんですよ、今までの道を捨てて全く未知の道路、未知の道って言ったらね冗談みたいですけども、未知の世界に続く道路を自分の足で歩いていく。確かに怪我はするかもしれない、転落の危機もあります、思わぬモンスターも出てくるかもしれません、片手片足ぐらいはなくすかもしれませんよ。でもそれぐらい挑戦をしても折り合いがつくはずですよ、自分の人生には。自分の人生にはそれぐらいのものをかける価値があると思います、意義があると思います。だから私はこれからも自分の人生をど真ん中を歩いていきますね。どんな怪我をしようともかすり傷ですよ、こういう時に言うんでしょうね、死ぬこと以外はかすり傷。だって自分が望んでもないような仕事とか稼ぎ方で傷ついて死んでしまったら、これはね致命打ですよ。そんなバカなことはない。でも自分が自分をかけるに値する世界でもしね命流れることができなくなったとしたんだったら、もう大いに前のめりに大の字で私は倒れて死んでやろうかと思いますね、いつ死んでも後悔がない一日を私もずっと続けてます。だからこそね、明日もこういう自分の人生をど真ん中を歩いているところを見てみたいんで、明日も生きていたいなっていうふうに思うからリスケッチするんですけどね。いやー、ということでございます。吉田さん、私ね、うちの母ね、喜寿って言って誕生日なんですよ、77歳。ドーンとプレゼント、すごいやつをやろうと思ってますね、一つの区切りですからね。吉田さんのなんですか、お父さんへのプレゼントには負けないですよ。それじゃあ。